店長さん家から帰るときに、なんか忘れてんな、また思い出したら言わしても言いますって言ってから帰ったんですけど、思い出したかもしれん、これやったかもしれん、言うことじゃなくて検証すべきことで、これ1週間前の 1-2 の練習動画、今日 1-2 のクリア動画をアップしました、この前にしたんですけど、昭恵さんが練習その動画にコメントくれてたんですよ、6日前に、質問しに来ました。とりあえず最新のオーバークック2動画の方が目につきやすいかなと思ってこちらに質問します。浮気をしているわけではないのですが、ここ重要ですね。オムさんの動画ではないキャンプの攻略をチラッとチラッとというのも重要ですね、見る機会がありまして、その方も 2P での攻略なんですが、点数が違う、星を取れる点数が違うで、人数も2人やし、使ってるキャラのせいかなと思ってキャラも揃えてみたり、オムさんなら何かご存知かなとっていうコメント来てて、今読んでて分かったんけど、キャラ揃えてみたらっていう検証はもう昭恵さんしたのに違わんかったのを、オムさんならご存知かとって言って聞いてるんや俺に。ってことは俺が今からこう検証動画撮ったところでも何も変わらん、ね、でもね、確かちびおさんやったかな、キャラによって違う個性を出すみたいな書き方をしているページがあったんで、なんかキャラによって特性違うんですかねっていう話をしたこともあって、誰もそのことはわからないままやったんですよ。だからちょっとね、こう変えてみたりとかしますか。もう変わらんやろこんなんじゃ。1250やったよね、き1250円。何が違うっていうか、俺これ何の動画、これオムさんの攻略動画見ながら旦那と娘と少し喧嘩をしながらの、僕はねいっぱい喧嘩してるんですよ、本当なんですよ、冗談で言ってんじゃなくて本当に怒られてるんです。ノーマルの方 6-2、を残して全部欲しいプラチナスター取ったということで、毎日お世話になってます、ありがとうございます。この声がなんか誰かのキッチンとか、誰かの横浜の家の横浜の家の寝室に響いてるのが面白いですけど、何の動画これ、検証できないです。キャラによって違うんすか、誰か知ってます、誰か知ってるか動画でいいですか。じゃあこれ多分違うはんねってな、こっちも変えて、なんか分かった、分からん、Y 押すとこれ練習モードとかあるやん、これのこと、サバイバルモード、星の数どころか星ないやんね、練習モード星ないやんね、ちょっと分かんないです、分かる人コメントください、動画にします。